はい、こんにちは、トールと申します。薬屋の独り言の第5話を視聴しました。最強妃サバイバルトーナメント開催ではありませんが、上級妃たちが集まる園遊会という催しが始まりましたね。今回もアニメ視聴者視点で感想考察注目点を共有してみようと思いますので、よろしければお付き合いください。まずは振り返っての全体感から言ってみたいと思います。第5話は暗躍ですね。はい、どうやら園遊会というね、上級妃4人が揃うパーティーがね、近いというところで、ママたちはこの準備をしだします。まあ玉葉様とリファ様はねすでに出てきているんですけどね、あと2人上級妃が妃がいるようです。まあ今回ね、ちらっと描かれたのは、まあ帝への忠誠心はちょっと低そうな感じのね、リュウシヒというところになっていますので、はい、4人の上級妃が集まってですね、女の戦いが行われるというね、形ではありました。はい、まあ言ってママたちはですね、そのための準備にね、いろいろと取り掛かってはいるんですけど、基本的にはママは寒さ対策関係の雑用を押し付けられる、流れにはなっていました。はい、もうもはや便利屋とね化してる感じが、なかなかに面白いんですが、ともあれですね、やっぱり妃が4人集まるイベントということで暗躍する者がいるようです。まあマオマオ視点では見えてないんだけど、人種がいろいろ把握してそうな感じではありました。マオマオがまあ見えてるものと言ったらですね、まあ袖の焦げた着物のと一緒にあった謎の木簡ですね。はい、まあ木簡には何かが染み込まされて出てあったという、形ではありまして、人種が、このね、焦げた着物の持ち主を探してる、そんなストーリー。あとはまあね、シャオランのまあ噂というかですね、の中では美役の話なんかね、ちょっとささやかれたりはしてます。これはまあマオマオが2話に作った美役の話からの派生なのか、それともミスリードでですね、関わってくるのかっていうね、部分だとは思いますが、ともかくですね、ちょっとこのタイミングでですね、なんかきな臭い動きが出てるぞという、そういうストーリーになってました。全体感としましてはね、今回ね、やっぱり季節感の見せ方が素晴らしかったなと思いました。単純に綺麗で美しくてすごいっていう話じゃなくて、前回の食事シーンとね、まあ通ずる部分があるんですけど、まあこれ押さえておくとメインストーリーの味わいすごく深くなるよねと、思った描写なんかが多々見られました。まずね、季節はね、秋なんですよね。そう。まあ木々は色づいてきてですね、カラフルになっていて、で、落ち葉が落ちて気温が下がっているというね、そういう前提の季節感の話。で、まずですね、まあ、木の葉の色づきに関してはね、今回のね、園遊会の話もまさにそうなんですね。そう、いろんな色をね、モチーフとした奇跡たちが、まあ、全員集まるという形ですし、またですね、炎色反応に関して、はい、炎の色が変わるみたいな形でですね、非常に今回はカラフルな演出が多くて、色を意識させたね、そういった演出も全部一貫していたかなというふうには思われます。はい、赤の似合うね、玉葉妃に翡翠の瞳っていうところをね、フレーズとしてはありました。そしてですね、あくまでも季節が秋であるということで、まあまあはですね、ものすごく地に足ついたね、秋のための寒さ対策にね、翻弄される形です。はい、カイロをつけて、まあ、防寒対策をやったりだとか、体を温めるためのものを作ったりだとかですね、まあ完全にね、まあお手伝いというかですね、何でも屋になってしまっているわけではありますが、でもですね、例えばパーティーに行く手前にリンリー姫のね、ところにですね、多分なんですけど、あったかい回路的なものをね、入れてあげる描写なんかもあってですね、はい、本当にこういう描写をね、さっと差し込まれる感じはね、アニメとしては本当にね、その目が離せないね、面白い部分だと思いました。でですね、まあなんといっても秋といえばね、秋の味覚ですよね。まあ松茸のチョイスっていうのはね、なかなかにね、この作品らしい部分では、ありますよね。はい、あくまでもまあエンタメファンタジーとして、まあ我々にね、刺さるね、やり方をしてくれてるなという、そんな印象ではありました。でですね、自分が特に思ったのはね、色を意識させる演出もそうなんだけど、この季節にマオマオの秘密がバレるっていうのはなかなかに味わい深いなと思って。どういうことかって、この季節ってまあ落葉しててね、でまあ気温が下がってきてるから、まあみんな厚着しだす時期なわけですよ。で美しい、まあね、美しく着飾ってですね、まあパーティーに出向くわけですよね、妃たちも。でですね、そういう状況でですね、今回エピソードとしては、まあ、本当にいろんなものを身につけて、贈り物を身につけてね、誰のものか示すだとかですね、かんざしのエピソードなんかもそうなんですけど、基本的にはですね、足し算で美しくなる、そういった、まあ、妃も含めてね、
侍女たちを含めてね、そういったまあ女性たちのね描写が書かれてたんだけど、ね、でもマオマオだけは違うんですよね。マオマオだけは自分がまあ、まとっていた化粧を落としてしまうと、そうなんか落ち葉がね、おそばかすようにパラパラと落ちてですね、美しい姿が出てくるみたいな形になってるんだけど、この引き算っていうのはですね、やっぱりね、そのこのマオマオという存在が宮中の女性たちと違うというエピソードとしては、このタイミングなかなかにね、良かったのかなというふうには思いました。やっぱね、人氏が今まで見てきた女性といろんな意味で逆だなっていうね、エピソードの噛み合わせがねすごく綺麗だったかなと思いますし、はい、その上でなんか人氏の心境を表すかのように背景にですね、いろんな色をね、したですね葉っぱが映ってるっていうところもね、いい演出になっていたなと思いますので、はい、今回まあまあまあの隠していたそばかすエピソードの回収としてもね、非常にいい季節感がね、まあ味わえてですね、なんかこの辺はねなんか季節の表現がストーリーに映えていたというか、アニメーションならではの、ね、味わいだなというふうに感じました。ではここからはね、注目ポイントを気ままに話していこうと思います。まああくまでもね独自解釈多めではあるんですけど、まずね珍しく人氏がね今までにない動揺の仕方を見せていて、ここがねかなり良かったですよね。そうマオマオが化粧を落としてそばかすをなくしたと、そういろんなことを見抜いていた人氏でもですね、自分のことを醜く見せるために化粧をしているという発想がなかったんでしょう。彼自身の盲点につながっていたと思います。はい、美しくあるために化粧をするし、美しいことっていうのはね、ちゃんとアピールしてこうなんぼっていうね、そういう世界で生きていたからこそ、身を守るために醜い姿をしていたことにショックを受けるわけですよ。彼自身がね、化粧を落としてるマオマオを美しいと感じてしまったからこそのね、まあ強いものになったと思います。これがまあ本当になんか1話にもありましたよね。あの自分がね無知を装っていた1話にもちょっとつながってくる。そう、人種の中ではやっぱり発想としてはマオマオの存在っていうのがね、面白いし、面白いだけじゃなくてそうならなければいけないね、過酷な下町の環境っていうところつながっていてですね、やっぱりね心を今回すごく人種は揺さぶられていたことが分かって良かったです。はい、あとですね、まあ、今まではねガオシュン曰くおもちゃ感覚で、ずっといたんだけど、でもおもちゃ感覚だった人氏の意識がちょっと変わった瞬間でもありましたね。今回は一つのターニングポイントだったと思います。でまあ深掘りする、深読みするんだとすると、やっぱり人氏自身にもですね、マオマオとは違うベクトルで隠し事があってね、今回その話を聞いてですね、まあなんかシンパシーを感じたとかはね今後出てくるかもしれませんね。ともあれね、今回っても冒頭に人氏が朝練で剣術のね、まあ、修行なんか稽古なんかをしていてですね、この人やさ男に見えてバリバリ強くて戦えるんですね。そう、つまり、まあ、この高級に対して使命感と気概を持って高級にやってきてるし、大事なものをあの守るためにね、剣を取る覚悟も持ってる人なわけですよ。で、そんな人氏がこう誤ってさ、その管理が行き届いてないことを誤ってね、かんざしを上げることの意味っていうのは、めちゃくちゃでかいとは思うんですけど、はい、まあまあにはそれがねあんまりピンときてない形にはなっていました。はい、まあ、この場合ね男物のかんざしを送っているので、かんざし自身の意味としてはいろいろ取れるかもしれません。はい、自分が守るという誓いを立てたのかもしれませんし、玉葉妃のようにね私の所有物よというね、そういうねマーキング的な意味があったのかもしれませんが、ともあれですね、マオマオ自身はあんまりピンときてなくて、花町にいたので彼女は多分その女性は男性からかんざしはよく送られるけど、普通は女性もののかんざしを送るよなって思っていてですね、男物を送るってことはどういうことかなっていうところをね、ピンときてないのかもしれません。周りのさ侍女たちが羨ましがってるからね、なんかこれ折ろうとしてるよねこの人ね。みんながね羨ましがってるから、何なんでしょうね、追って分けようとしてるのかな。で追って分けようとしてるのをですね侍女頭に止められていてですね、そう、ストップしていましたけどね、この人本当に今これ折ろうとしてましたかね、ちょっと面白かったですね。はい、そんな形でですね、今回はそのマオマオのねそばかす化粧、自分を守るために醜さをね演出していたっていうところが明かされました。なかなかにまあこのタイミングで明かされたのをね、演出としてはいいと思いましたし、あとまあねちょっと外れた話になるんですけど、
平凡な主人公美人すぎる問題っていうのがアニメではたびたび起こってきましてですね、まあ、それ自体別に問題ではないんですけど、でもまあ平凡で魅力がないとされている女の子が我々視聴者から見たら明らかに魅力的であるね、そういう描写があったりして、あの我々から見たら別にそばかすのあるマオマオも十分魅力的にはなってるんですけど、そこがなんていうかファンタジー中世中国の美意識っていうね、そのファンタジー世界のその意識がねうまい具合に補完してくれていて、そばかすっていうのは醜いことの証であってね、そばかすは隠せるなら絶対に隠すものというね、そういうまあこの世界の美意識感があるんだとすると、そばかすがついてるだけでまあまあまあは不美人だというふうにね判断されますしね、撮った時に綺麗でみんながね、おってなるっていうのもね納得感もあってですね、この辺りのなんか説得力の見せ方もうまいなというふうに感じましたね。高級いかんのおっちゃんとはねすっかり仲良くなっちゃってましたね理想的な関係というか、あのちゃっかりねその先におっちゃんが食べて共犯関係が成立した後にね、自分の口に運んでるマーマーなんかはねしたたかではあったんですけど、ともあれね息の合う仲良しペアになっていてですね、若干おっちゃんがヒロインっぽいよね、でですね、ただですねそれでもマーマーはやぶ医者のおっちゃんって言ってるわけで、マーマーから見ても医者として頼りないことがね、これでもう完全に確定した感じですよね。そうだって今回かぶれた手を見た時に彼ちょっと引いてたからね、対してマーマーは全然動揺とかしていなくてですね、その症状をね、まあしっかり見据えていました。なんか医者としての器の違いみたいなのも感じる部分であります。はい、まあ医者やぶ医者なのになぜ高級にねいるのか、高級医官彼だけで大丈夫なのかっていうのはもちろんの疑問なんですけど、まあちょっと近いエピソードとしては今回ね、高級というかですね、宮廷のまあ言ったら直属の張り子さんと食事係がまあまあにね、相談に来るみたいな描写なんかもあってですね、やっぱり偏った、まあ、場所でですねやっているとですね特定のね工夫なんかをしなくなるっていうのね、実際にあるのかもしれません。あの大企業とかでも思ったところがね、なかなかに変わらずにクラシックだったりしますからね、他にもなんというかその無害感というか野心のないものをあてがうみたいなのが文化としてあるのかもしれませんね。とはいえ、まあ、この、ね、おっちゃんと仲良くなったので、まあ、今後もいろんな相談事が、ね、来るんじゃないかと思われますし、情報が集まっていくなんか探偵事務所っぽかったですね。その他注目点としましては、やっぱりみんなキャラクターが、ね、コミカルで生き生きしていて楽しいですよね。まあ、面白い女筆頭のマオマオはね、秋の味覚、マッタケ狩りにね、興じてはいましたけど、相変わらずね、シャオランもですね、まあ、美味しそうにね、肉まん食いながら、噂話をね、流してくれるし、また今回ね、その、新しい催しとしてですね、これは妃同士のね、戦いなのよってことでね、インファ先輩が燃えてる描写なんかも個性が出ていてよかったと思います。それこそね、まあ、今回からね、園遊会が始まりましたので、他の妃の侍女たちもね、出てくると思われますので、このあたりの描写もね、注目していきたいなというふうに思いました。一応はまあ、今ね、探しているのは、おそらくはね、木管を燃やすとね、何らかの指示がね、分かるように色づくんだけど、その木管を燃やしてる時に火傷を負ってしまったね、そういう侍女、もしくは誰かがねいたんだと思われますので、はい、そういう意味ではですね、いやこれは一体誰なんだろうかね、何を企んでるんだろうかね、毒味係の仕事はあるんだろうかっていうところね、次回にね引き続き楽しみにしておきたいと思います。そんなわけで今回は第5話について話してみました。やっぱりね、着飾る季節に剥ぎ落とすことでね、美しさを発揮するマオマオはね、かなり映えていたかなというふうには思います。皆さんのね、感想、注目点、コメントお待ちしております。まあ、ここ好きポイントとか以外にもね、描写された食事とか建物とか小道具ね、植物なんか含めてね、いろいろとね、知識持ってる方はですね、解説なんかも大募集しております。まあ、アニメ視点でね、楽しんでますのでね、ネタバレなんかに関してはご遠慮いただければというふうに思いますが、アニメファンも原作ファンも一緒に楽しみながら作品を盛り上げていければというふうに思います。はい。まあ、この作品に関してはね、毎週のライブでもね、楽しく語っていますので、今後ともお付き合いいただければ幸いです。それではまた3日にお会いしましょう。遠山徹でした。